当時寺は、大阪市天皇寺区、生玉町にある、高野山新言宗の寺院。当時寺は、公認年間に、藤原冬継の発願により、老いの、任水商人を回帰とする。藤原家の安泰を願い、建立された。藤原家を治める寺であるでゆえに、藤屋寺と称していたが、明治初年には、生玉十房の一つである地蔵院を合併し、当時寺と解消し、 現在に至っている。藤原氏の祈願寺として、藤原氏一門より、深い稽古を受け栄えていたが、自由の清水があった。慶長年間に、加藤清正が大男主となり、近道、河蘭、道湯などを混流した。広大な地域を持ち、壮観であったという。中高、剣がうアジャの時には、におい放射融通村への進行が、盛んになり、 大阪の融通ーーんと称されて多くの人々の信仰を集めている。明和元年、中高、聖半和城の時、九条小日がカウン長久を祈るため永代不役の祈願寺として改めて胸寺を授けた。江戸時代末まで九条家の祈願寺であった。しかし、昭和20年3月、戦災により当時寺は全焼した。都市計画のために、 境内一の移転があった。昭和35年に、近藤、栗、事務所が完成した。当時寺の塀の前に、如意産当時時有図さん参りと記された石碑がある。作家、山崎豊子の墓所も当時時にあり、墓石の右隣には山崎が生前執筆した全28作の作品名が刻まれた石碑も存在する。ありがとうございます。